皆さんこんにちは。顔はきもめん、声は NHK 人生は巨大迷路、インターバルのツンゼルオンです。私は今南千住駅の駅前にやってきています。ちょうど南口でしょうか、スカイツリーがちょっとだけ見えます。今日はですね、日本三大ドヤ街の一つ山谷に向かいたいと思います。南口の駅前にはビジネスホテルサンプレス、比較的安そうなビジネスホテルもですね駅前にはあったりします。またアパートもですね、高層アパートなんかもあったりします。それではこの歩道橋を降りまして、下の通りにですね出て行こうと思います。パッと見た感じはですね、南千住駅前の高層タワーマンションなんかもあったりして、ちょっと都心から離れた住宅街といった趣の場所ですね。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。いや、あのタワーマンションねいくらぐらいするんでしょうかね、ちょっと気になるところではあります。地図でいうと現在位置はですねこんな感じで、山谷地区はですねこの現在位置から南側に下ったところになります。それでは先進んでいきましょう。ここには麻雀丸玉という雀荘がありまして、共産党の国会議員のポスターが所狭しと貼られています。それでは通りの方を南に向かって歩いていきましょう。通りはですねブロック敷きで比較的綺麗ですね、まあ、自転車もそこそこはありますけれども、自転車がたくさん並んでいるということもありません。通りを歩いている人たちの姿もですね、割とそうですねドヤ街に住んでそうな人っていうよりは、まあ近隣の住民が南千住駅に向かって歩いているという、そういうような印象を受けます。この辺りはですね、日本三大ドヤ街ということで、かつては多くの労働者で賑わっていたということです。ちょっと路地に入るとですね、ラーメン屋、居酒屋さんなど飲食店もあったりします。そして公明党のポスターもあります。左はこれはビジネスホテルでしょうか、ちょっと小綺麗ですが、そこそこリーズナブルな感じのビジネスホテル、おそらくは外国人旅行者なんかに人気があるものと思われます。そして居酒屋かすみさん、値段はちょっと安めなような気もしますが、そこまで安いわけではなさそうです。まあ、今はですね日雇い労働者の街というよりは、どちらかというとバックパッカー、外国人のですねお金のない旅行者だとか生活保護者の街になっているということです。ここにはですね交番があって、ホテルネオ東京、ネオ東京というとね、アキラというですねアニメを思い出してしまいます。ここはですねバス通りになっていまして、バスでここにやってくることもできます。正面のビルはですねメディカルビルのようです。中にはなんかいろいろな医療機関がですね入居している模様です。内科、皮膚科、整形科、リハビリテーション科、美容皮膚科とたくさんあります。最近では、まあ、バックパッカーの街ということで、まあ、比較的安めのビジネスホテルがですね目立つ感じでしょうか。ローソンもあります。24時間営業、結構ねビジネスホテルだけではなく普通のごくごく普通のマンションもこの辺りには多いです。まあ南千住駅の徒歩圏内ですから、なかなか利便性の高い地域ではあります。ただね西成ほど 駅の間近ではないというのが正直なところです。ここがですね今歩いている通りと明治通りとの交差点、明日の城で有名な涙橋交差点になります。ここは非常に大きな交差点で、ここから南側がちょうど山谷のドヤ街に相当する場所になります。目の前のですねピンクの建物が眩しいですね。それではちょっと信号待ちをしましょう。いよいよですねここから山谷エリアの方に入っていくということになります。セブンイレブン、そしてマンションと、結構ねマンションがね多いですよね。このセブンイレブンもね昔来たことあると思いますね多分ね。それでは涙橋交差点の横断歩道を渡りま
まして、いよいよ山谷地区に進んでいきます。ここには中華居酒屋泉という中華料理屋さんがあります。値段はそんなに安いというわけではありません。そしてここでですね、工事をしています。ここにまたなんか新しいマンションでもできるんでしょうか。ちょっと何を作っているのかまでは分かりませんでした。この右の路地ですね、この右の路地ずっと進んでいくと山谷のリーズナブルな宿泊施設が並んでいるエリアになります。ここは美容室だそうですが、パンチパーマというですね、文字が昭和を感じますね。 BMW も止まっています。そして、涙橋ホテル、ホテル桜井と、リーズナブルな宿泊施設が並んでいます。冷房、冷蔵庫、カラーテレビ、完備と書かれています。一泊の値段は2200円ということで、リーズナブルな宿泊施設だなという感じがしますね。ただこの辺りはやっぱりですね、西成とかと同じで、この宿泊施設の前に自転車がたくさん並んでいます。その辺りは西成と共通している部分も見受けられます。歩いていてですね、ションペック祭とかそういうことは今のところ一切ありません。こうやって杖をついて歩いている高齢者がですね、やっぱり最近は多くて、昔は若者、若い肉体労働者の街だったんでしょうけれども、今はすっかり高齢者の街になっています。ホテル丸窓、ここは非常に綺麗なホテルで、まあ、ほぼビジネスホテルの安いところと言っていいのではないかなと思います。トランクルームもあります。さすがにこのトランクルームの中に住んでる人はいないですよね。暑いですよね、夏は。ここには歩道橋がありますが、歩道橋は錆びまくっていて、崩れる危険があるからなのか何なのか立ち入り禁止と書かれています。この辺りはですね、山谷の外周部分に相当しますので、これからはいよいよ中の方にですね入っていきます。ゴミは全然落ちていないですね。で、自転車はそれなりに止まってはいますけれども、西成ほどたくさんあるというわけではありません。ただリーズナブルな宿泊施設の前に来るとですね、やはりたくさんの自転車があります。ただ歩いている人の数自体がですね、ちょっと少なめかなという感じがします。そして今回山谷を歩いてみて思ったのが、至る所で建設工事が行われているということです。ここにある宿泊施設もですね、新しいものは新しいんですけれども、老朽化している建物も結構ありそうなので、そういうところはもしかしたら土地を売ってマンション、あるいはビジネスホテル、外国人向けのビジネスホテルなんかに作り変えているのかもしれません。左には大衆酒場がありますけれども、残念ながら営業はしておりません。結構ね、路地の奥まで見ても割と小綺麗な感じですね。左なんかはね、いかにも昔からありそうな旅館という感じがしますけれども、結構外壁はリニューアルされているなという感じですね。鉄板に落書きが書いてあったりするあたりは西成と共通の部分がありますけれども、まあ、西成に行った時ほどあのアウェー感はあまり感じないですね。そしてなぜか2階から吊り下げられている自転車、あれは一体どういう意味があるのでしょうか。盗難防止でしょうか。そしてここには新しいマンションが建設中と、これはなかなかシャレ落ちで都会的なですね、マンションですね。分譲の口にとって怖さだけではありません。ここには、これは商店でしょうかね。商店も営業中と。自動販売機も完備。値段がもちろんリーズナブルな100円ということになっています。そしてここからですね、左に曲がって先に進んでいきましょう。やはりこちらの通りもですね、リーズナブルな宿泊施設と自転車が並んでいるという点は同じです。単純には少し落書きが書いてあったりします。テレビがあるっていうのがやっぱり不利なんですね。結構ね、店がなんかね少ない感じはしますね。宿泊施設はそこそこ多いんですが、店が少ない。そしてちょっとあの心をですね煩われているっぽいような方もちょいちょい
ちょいちょいすれ違います。ここはですね、宿泊施設ではなく普通のアパート、しかもね、かなり新しめのアパートですね。そういうのもあったりします。コインパーキングもあったりしますね。結構ね、新しいビジネスホテルも多いんですよ。だからまあ肉体労働者向けの街というわけでもないのかなっていう感じもしますね。どちらかというと、まあ旅行者、外国人旅行者なんかもターゲットにしている街なのかなという感じがします。ここにもですね、玄関のブルーが眩しいマンションがあります。マンションがあるんですよね。あのボロアパートじゃなくてマンションがね、結構あります。まあ、やはり、まあ、ドヤ買いビジネスが成り立たなくなってきたら、まあ、土地を売ってマンションに作り替えた方がいいと、そういうことなのでしょうか。それではですね、先に進んでいきましょう。ここはですね、全日食チェーンのお店があります。フレッシュストア中村と書いてあります。ちょっとね、店の中は撮影できなかったんですが、ちらっと覗いた限りだとワンカップがたくさん売っていました。そのあたりはドヤ買いらしさというものをですね、少し感じることができます。また左側もこれね、工事中なんですね。山谷は結構ね、再開発が至るところで進められていますし、まあ、かつて店があったんだろうなっていうところもシャッター街になっているところが見えます。ここは希望の家と書かれています。まあ、どのような施設なのかちょっと詳細は僕は調べませんでした。なんとなくいろいろと察してしまうような名称ではありますね。この辺りは本当にね、リーズナブルな宿泊施設が並んでいますが、まあ、どれもこれも建物は新しい。そしてここまたマンションがあるんですよ。結構ね、都会のど真ん中にあってもですね、あの違和感のないような本当におしゃれなマンションがですね、宿泊施設と宿泊施設の間にポーンと出てくると。山谷の街というものがですね、まさに今再開発によって新しく、生まれ変わりつつある、その姿を私は今見ているのだろうと思います。ただこの路地とかはね、すごいね、昭和テイストの前回の木造家屋が並んでいます。それでは今日はこの辺で、守ろう憲法9条と書いてあります。